さんお疲れ様です。マーチと申します。今日は約1ヶ月ぶりにカマキリ採集に来ました。そして狙いは外来種のムネアカハラビロカマキリです。以前にムネアカ採集の動画を上げましたが、あの時はオス1匹しか捕まえられなかったので、今日はメスを狙って採集していきます。はい、1匹目カマキリ発見しました。早速これですね。でここね、前回ムネアカのオス捕まえたとこなんですけど、これムネアカかな。ちょっと捕獲してみます。はい、捕まえました。めちゃくちゃちっちゃいんですけど、でこれ確認したら在来のハラビロカマキリでしたね。ただムネアカと在来ハラビロの違いってご存知ですか？ハマのこのイボを見ていただいたらわかるんですけど、これ今4つぐらい目立って黄色いイボがありますよね。これが在来ハラビロの特徴です。外来種のムネアカハラビロカマキリはこれが細かくて、まあ、8個から10個ぐらいですかね、イボがあります。であとは特徴的なのはこの胸部、胸のところですよね。このようにちょっとこう縞模様が入ってます。でムネアカはこれが、まあ、オレンジに近い赤色をしております。なのでこの子は在来のハラビロですね。在来もいるんですね。ここの公園ムネアカばっかりだっていう風に聞いてて、で前回自分来た時も1匹もハラビロは見つからなかったんですよ。へー、いるんですね。いや頑張って生き延びてほしいです。リリースします。オオカマキリ発見しましたね。でかこの子。あのさっきハラビロ見つけた同じこれヤブのところにいるんですけど、この子でかいな。多分これ10センチ近いですよこれ。さすがですね、日本の在来の最大級のオオカマキリですね。お腹もパンパンですね。おそらくもう交尾も済んでるんでしょうね。大きい卵産んでくれそうです。うん、幸先いいですね。開始5分、非常にいい出だしなんじゃないでしょうか。ただそんなね、オオカマもいてハラビロもいるこの洞やぶ内に外来種のムネアカが生息してるっていうのは、まあなかなかねよろしくないんじゃないかというところで、目を凝らしてねムネアカも探していきたいですね。ちょっと余談なんですけど、今回からマイクが新しくなってて少し音質が良くなってます。と言っても数千円のマイクなんですけど、内蔵マイクよりかはだいぶマシなんじゃないかなと。ただね、マイク購入したはいいんですけど、そのままカメラに装着できるタイプじゃなくて別で部品をかまさないといけないみたいで、今こんな感じで持ってます。キムタクのハンバーガー持ちスタイルです。よしよしよし、見つけました。皆さんわかります？これです。めっちゃでかいっすよ、あのメス。ちょっとね、奥にいるんで逃げられないように先に捕まえちゃいますね。さあ皆さん、お待たせしました。こちら外来種のムネアカハラビロカマキリのメスですね。サイズ的には70ミリちょっとぐらいかなって感じです。ただ結構大きいと思います。うん、立派なメスですね。さあこの子は捕獲して持ち帰ります。あ、そういえば私のチャンネル動画まだ数本しか上がってないんですけど、今日現在、20人ちょっとの方がチャンネル登録していただいてて、非常に励みになります。で最近はコメントもねいただけるようになったので非常に嬉しいです。また何でもいいんでね、コメントだったり、あとまあチャンネル登録も回していただけると今後の動画更新の励みになりますんで、
もしまだされてない方はぜひぜひこの機会によろしくお願いします。はい、ということで、あれから胸アカ2匹目を探し回ったんですけど、見つからなかったので、今日はこの辺で切り上げようかなと思っております。いや、今回いい採集だったんじゃないですかね。胸アカがいっぱいいる公園なんですけど、在来の腹広も見れましたし、大きいオオカマキリも見れましたし、非常にいい採集でした。で、捕まえた胸アカに関しては、今後ペアリング動画だったり考えてますので、ぜひ気になる方は、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。